ホームレスだからって、誰もダペモノをくれないんだ。どうしてみんな、こんなに残酷なんだろう。どうしたの？大丈夫か？何か必要なものはありまでばよ。私は、ミーゴミドリポジで、親切のしてくれる人も、尊敬してくれる人も、ダペモノをくれる人もない。なぜ人々は私のようなホームレスに残酷なことをするのでしょうか。私は意地悪な人がバカなことを言い送る一人でいる方がいい。人は時として残酷になるし、決して人物自身に親切にすることもない。そうなると俺は嬉しくないんだ。でも心配しないでミク、元気か？出るように食べ物をあげるから。ご親切にありがとう。あなたがホームレスの人たちのことを気にかけてくれていることを嬉しく思います。ようこそアナ。何人のよ。ゲーサはお腹が空いているようだね。ちょっとお腹が空いた妙な気がする。ミカ、これは悪い知らせだ。新宿、どうしたの？どうしたんだ、セイチ。何か食べないときかすまないのか？ミクだ。ミニゴミク。彼女は萌衣の中にで、お腹をすかせてホームレスになっている。ちわるな人たちは、彼女の食べ物を与えない。ミコミとだって、まあ、彼女のことは昔からしているよ。生活費も、食費もくれないし、いちわるな人たちが人分の、ことを気にかけてくれないから逃げ欲しいになるそうだでいいてと。でもミコを助けるって言ったんだから、おいしいご飯を食べさせてあげるにはいい方だよ。それはよかった。めよ、これで肉はだためしか食える。彼が私のことを決して忘れないよね。でも彼の名前は知らない。はい、どうぞ。約束とに、朝食に何か食べてもらうためにやったでまよ。ご親切にありがとう。でもお名前は、いつメイクにあって私に何か起こったの、話すのを忘れていた。これは、伊勢巻聖地。こちらは、ゴールフレンドの、春のアナちゃん。私たちは、助け必要としている人を助けるために、親切なので、あんたの食べ物を分けました。あなたたち、親切にしてくれてありがとう。あなたたちなしては、私の人間というの、信頼はもうない。のだから。